こんにちは、スネドラです。今回は西表島にある星野リゾート西表島ホテルをご紹介しようと思います。私実は星野リゾート初めて泊まるんですよ。星野リゾートってどこのホテルも評判がすごく良くてね、何がそんなにすごいのか、今回ちょっと天気が良くないので楽しめること少ないかもしれないけど、味わってみようと思います。天気が良ければこのレンタサイクルで島をのんびり回るのもいいですね。それでは早速ホテルの中に入ってみます。アジアンテイストで南国リゾートホテルっていうような雰囲気です。天井も高いですね。このホテルは2019年10月に他社が経営していたホテルを星野リゾートが引き継いで再オープンさせたということで、星野リゾートになってからは日がまだ浅いようです。ゲストラウンジエリアではフリードリンクサービスを行ってます。パイナップルジュースに3品茶、コーヒーに、ウォーターサーバーがあります。ちなみにこのホテルはマイボトル持参を推奨してて、プラスチックゴミが出ないようにしてるんだそうです。コーヒーのカップもプラスチックの蓋がつかない、バタフライカップっていうタイプになってました。すぐ横には広いショップもあって、お土産はもちろん、いろいろ食べ物や飲み物も揃えることができます。それではお部屋に向かいます。今日は一番安いスーペリアツインをお願いしてたんですが、今日は空室が多い日なのか4階の上層階をアサインしていただきました。これはラッキーです。ホームページにはこの部屋が42平米って書いてあったんで、きっと広いんでしょうね。楽しみです。早速入ってみます。アジアンチックな雰囲気ですね。南国リゾートに来ましたっていうような気分にさせてくれます。間取りなんですが、部屋の手前の方にトイレやお風呂、クローゼットが広くスペース取ってるので、42平米っていうほどの広さ感はあまり感じません。ただもちろん広いお部屋なので、ゆったりはしてます。あとなんといってもこれですね、デイベッド。ここで外の景色を見ながらまったりと昼寝とかできるみたいなんですが、貧乏症の私はそういう時間の使い方ができないんでね、残念ながら堪能することはできませんでした。それではバルコニーに出てみようと思います。バルコニーは奥行きがあってとても広々としてます。これはポイント高いですね。ただ海がね、見えないんですよ。すぐそこが海なのに残念ですね。部屋の場所によっては見えるんでしょうか。お部屋には電気ケトルは備え付けられてるんですが、環境配慮ということで冷蔵庫の中には水しか入ってません。続いてバスルームです。バスルームは広々として使い勝手が良さそうです。ただお部屋とかホテルの雰囲気に比べるとアジアンテイスト感がないバスルームになってて、いわゆる普通のホテルのバスルームっていう感じです。もちろん、バスタブも含めてとても広いんですが、なんとなくこれに違和感感じますよね。これが普通なんでしょうか。シャンプーやコンディショナーは星野リゾート専用のものが置いてありました。きっといいものなんでしょうね。続いてトイレです。トイレも広いは広いんですが、至って普通のトイレでした。それでは夕食です。初日の夜はホテルの中にあるディナービュッフェをいただきました。チェックインしてからの予約だったので危うく入れないかと思いましたが、なんとか入れました。ただ混んでますね。環境配慮してトレーも木でできてます。1人5000円程度するビュッフェだけあって、うまそうなものが並んでます。ローストビーフにスペアリブ、ふんわりエビつくね、この辺が、目玉の料理なんですね。とりあえずオリオンビールを1杯飲んで心を落ち着かせてから料理を取りに行きます。ピクルスもうまそうですね。チキンとチーズのアボカドサラダに穀物サラダもあります。珍しいです。紅芋サラダにイカとオクラのカッペリーニ。カッペリーニっていうのはスパのことなんでしょうか。あと生ハムにサーモンマリネ、この辺はよく見かけるやつですね。メランジェサラダ、なかなかおしゃれな名前です。
このマグロのぶつ切りがお酒にも合ってとってもうまくて何回も食べちゃいました。タイモグラタンに魚のトマト煮、唐揚げにシューマイ、ソーキ煮にエビマスタード、地元で採れた食材をふんだんに使った料理が並びます。人参のしりしりもありました。私人参があんまり得意じゃないのでこれはパスしておきます。グリーンカレーに白米、あとタコジューシーですね。この辺も何回かに分けて全部食べておきましょう。タコジューシーっていうの初めてなんですけどね、ちょっと食べてみたんですけどなかなか美味しいご飯でした。私の場合絶対外せないのがこれですね、泡盛です。ソムリエ的な人にいろいろとご説明いただいて、おすすめ3種飲み比べを作ってもらったんですが、このあと結局おかわりでもう4種飲んじゃったんで、まあ、それだったらもう左から順番に、1個ずつね飲んでっても同じだったような気もするんですが、でもいろんなお話も聞けてね、お酒も美味しくてとても満足できました。相変わらず盛り方にセンスのかけらも感じられないようなひどいお皿ですが、でも料理はねどれも美味しくて、しかも本格的で5000円の価値は十分にある素晴らしいビュッフェでした。おはようございます。翌日は雨はなんとか上がったんですが、代わりに強風が吹いちゃってるんですよね。とてもじゃないけどプールになんか入れそうにありません。とりあえずすぐそこにある月ヶ浜に出てみようと思います。ハブクラゲとかサメも出るみたいなので、海水浴には注意した方がいいみたいです。月ヶ浜は場所的に星野リゾートのプライベートビーチみたいな雰囲気があるんですが、実は星野リゾートの敷地ではないようなので、誰でも、来ることができるようです。綺麗な砂浜ですね。天気が良ければ感動できるレベルです。このホテルは低層で横にとっても長いみたいです。これ場所によっては、部屋から海が見れるお部屋もきっとあるんでしょうね。それでは今回ホテルでお願いした唯一のツアーである西表ガイドウォークのジャングルコースっていうのに参加します。所要時間約45分で専門のガイドの方が説明してくれるんですが、これがねなんと無料です。しかもなんちゃってハイキングコースじゃなくて結構本格的なジャングルコースなんですよね。この後ろの西表島のマップには QR コードがついてて、それを拾うと詳細な説明を読むことができます。普段歩いてる時には気にも留めないようないろんなものが、こうやって専門のガイドの方が説明してくれることで、貴重種だったり西表島の固有種だったりするものがいかに多いのか、すごくね勉強になります。楽しかったですね。この葉っぱの上に止まってるアメンボみたいな虫も言われなければ気づきもせず横を素通りしてたと思うんですけどね、とても珍しいんだそうです。これジャングルクルーズで見たシロアリの巣ですね。注意深く見てるといろんなところにあるようです。これは他の木に巻きついて伸びていくタイプの木なんだそうです。こうやって根っこに巻きついて養分取っちゃうんでしょうか。巻きつかれた方の木はやがて枯れてしまうんだそうです。恐ろしいですね。いやこれね無料な割には結構楽しめました。美味しい朝食ビュッフェをいただいたら今回の旅は終わりです。そろそろ帰ることにしましょう。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。噂通りの素晴らしいホテルで、特に従業員のホスピタリティの高さには驚かされました。西表島に来たらまたきっと泊まるんだろうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。